今日はですね、せっかく天気もいいので、自宅のですねインナーガーデンでバーベキューでもやろうかなということで、早速やってみたいと思いますが、これがですね非常に優秀なんですけども、わかりますかこれ、これ電気なんですよ。これ電気グリル、まあここにね、スイッチがありました。これもオンにすればつくと、すごく優秀です。ただ今日ね日差しが強いので、スイッチオンにする前にもうだいぶ鉄板温まってます。では早速この電気グリルで調理してみたいと思います。本日はですねこちら、ハーブチキン、そして各種お野菜、パプリカ、玉ねぎ、マッシュルームで、メインはこちら、ステーキ肉と、そしてこれチョリソーですね。お昼軽くなのでこんなもんでいいかなと思っております。では早速ですね焼いていきましょう。まずはですねお肉ね、結構早いんだよね。さあ、こちらにですね、はい、じゃじゃーん、これ使い勝手いいんですよ。調味料、小物類ですね、一気に入ってどこに何が入っているか一目瞭然じゃないですか。まず油を敷いていきましょう。うわー、天気が非常にいいですよ。もうちょっとかかるかな。でもじっくり焼いていきましょう。じゃじゃーん、見てください、ファーストミットぐらいありますよ。私の顔より、私の顔大きかったですね。わー、はい、そしてチョリソね、いきましょう。で、味付けは非常にシンプルです。でもうね、はい、こちら岩塩、そして胡椒、もう塩コショウがあればね、十分美味しいです。で、これ蓋して蒸すのはね最後切ってからです。それまではちゃんとね焼き目確認してくださいね。これは大事です。よくねなかなかひっくり返さない人いるでしょ、あれダメです。よーく確認してください。そして返したら、ね、味が均等になるように、もう一度、塩コショウね。はい、これです。で、しっかりと焼き目がつくまで待ちましょう。で、この間に、お野菜、こっちは火が通るの早いですからね。こんな感じでございます。色とりどりでございます。焼いていきましょう。生で食べられるものですからね、そもそもが。はい、入れて、そしてこれはね、オリーブオイルかけて食べたいと思います。ちょっとしばらくお待ちを。ではですね、蒸し焼き、今蒸し状態でございます。どうなったか見てみましょう。オープン、ほら
いい感じですね。これはいい感じですね。ね。はい。ではですね、早速これを盛り付けていきましょう。はい。できました。こんな感じです。ザザーンと。ね。カメラワーク下手なんですけど、しょうがないです。一人でやってますから。じゃあこう見せた方がいいかな。じゃじゃーん。余計見づらいと。わかります？こっち向きか。こうか。お肉でーす。ピアノの鍵盤みたいですけど。じゃあ早速。ね。トゥントゥトゥン、トゥトゥントゥトゥン。おうち時間に乾杯。いやー最高。じゃあ早速ね食べてみましょう。もうそのままとシンプルに、ちょっとね大人なんでわさびね、わさびをちょっとつけたよ。いただきます。うん、うまい。うん、本当にシンプル。お肉が美味しいからさっと焼いただけで、うん、うまっ。うん、今ちょっとこういうのやってますから、じゃじゃーん、絶賛開発中。これちょっとかけてみようか。ちょっとたっぷりいったよ。見てこれ、多分取れてました。危なかった。だからこういうね、こういうもので冷やして雰囲気を出していくということなんですね。それだけで十分楽しめますから。この後こっち行きますよ。ただ寂しいな。チャンネル登録よろしくお願いします。